皆さんどうも、ササピー先生です。もうすぐ卒業の方や、転職を考えている方など、私、どんな仕事すればいいのかな?やりたいことが特にないんだけど、と思っていらっしゃる方も多いのではないかと思います。そんな方々のために今回は、自分に合った仕事や企業を見つける方法をお話しするんですが、その前に、この際の注意点をまとめたので、こちらをご覧ください。まずはじめにはっきりとお伝えしますが、すべての理想が自分に合う仕事や企業などほぼ存在しません。これがあったら苦労しないですよね。なので、自分が持っている理想の何個かは妥協する必要があります。その際に自分の理想に優先順位をつけておく。そうすることである程度の妥協ができるのではないでしょうか。1. 自分の特性を知る。自分に合った仕事を探す前に、まずは自分のことを知らなければ、その仕事や企業が自分に合っているのか、合っていないのかが判断できないと思います。ではどうやって自分のことを知るのか。まずは過去の自分の分析をしてみてください。過去、仕事上で楽しかったことや頑張ったこと、逆にどんな失敗をしたのか、どんなことが辛かったのか、などを思い出してみてください。思い出した事柄に対してなぜそうなったのかも考えてみてください。そして次に過去の自分と今の自分の共通点を探してください。過去も今も変わらなければ、それが概ねあなたの特性と言えます。なので、その変わらないものを基準に仕事や企業を考えてみてください。そして将来をイメージすることも大切ですね。自分が本当にやりたいことは何か、どのような将来を目指しているのかを明確にする。これまでに得たスキルやキャリアを伸ばしたいのか、進む方向性を変えたいのか、あるいは全く知らない業種にチャレンジしたいのかなど、将来のビジョンを実現するために必要なことを考えてみてください。2. 企業を徹底的に研究する。仕事を選ぶときに多くの人はその仕事に対するいいイメージだけを見てしまいがちなんですよ。でも当然のことですが、どんな業界や企業にもいい面と悪い面があります。いい面ばかりを見ていたら、その業界や企業が自分に合っているかどうかはわかんないですよね。なので、その業界や企業についての悪い面までしっかりと調べる必要があります。その際に仕事内容や社風、身につくスキルや経験、福利厚生、将来性などを概ね把握することができれば、自分がやりたいことが求める方向性などが本当に一致しているかを知ることができると思います。さらに企業を研究することで自分が進むべき業界や企業を絞り込むことにもつながるので、企業の研究は非常に重要な項目となります。以上の2点を実行すれば自分に合う理想の仕事や企業が見えてくるはずです。しかし、そこまでやっても残念ながら自分に合う仕事や企業が見つからない方も中にはいらっしゃるかと思います。でもそこで諦めないでください。そんな時は単純に過去を振り返って楽しいと感じたことや小さな努力で達成できたことなどを思い出してみてください。やってて楽しいとか、他人はあまりやりたがらないけど、自分は問題なくできる仕事や作業というのは、自分に合ってる可能性が高いんですよ。なので、まずはこういった仕事をリストアップして、そこから深掘りして考えてみると、案外簡単に見つかる場合もありますので、ぜひ試してみてください。今回は自分に合う仕事や企業の見つけ方をお届けしましたが、この動画を見ている視聴者の中で、私はこんなやり方で仕事や企業を決めましたなど、過去の体験がもしあったらコメントで共有してください。冒頭でも言ったんですが、私は
自分に 100% 合う仕事や企業なんてのはほぼないと思ってます。ただ、全く合わない仕事や企業で働くのはめちゃめちゃ辛いと思うので、まあ就職先に迷っている方々は今日お話しさせていただいたことを参考に実践していただき、就職活動に役立ててください。本日は以上です。バイバイね。ササピーインタビューコーチ。興味のある方は概要欄に説明と申し込みリンクを貼り付けておくので、どしどしご応募をお待ちしております。